どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度問21から問30までの過去問の解説を始めていきたいと思います。皆さんご準備はよろしいでしょうか？過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問21番です。はい、ここからですね、第3章に入ってきますので、結構ね、大変なところもありますので、頑張っていきましょう。はい、それでは、問21番、風邪及び風邪薬に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですが、風邪の約8割は細菌の感染が原因ですよというところで、これ細菌ではなく、これはウイルス感染となりますので、なので約8割はですね、8割以上はウイルスの感染となりますから、細菌ではございません。ということで A、×ですね。はい、そして B は正解。そして C、風邪薬は細菌やウイルスの増殖を抑えたり、それらを体内から取り除くことによって、咳などをですね、諸症状の緩和を図るものですよと言ってるんですが、これ違いますね。何かというと、ウイルスの増殖、細菌やウイルスの増殖を抑えるわけではないです。それから取り除いたりすることもないので、あくまでもですね、風邪薬というのは風邪の諸症状、熱を出したりとか鼻水が出たり咳が出たりとか、そういったものをそれぞれ抑える対症療法というものになりますので、なので C は誤りとなります。はい、そして D は正解なので、答えは B と D の3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問22番です。風邪薬の配合成分とその成分を配合する目的との関係の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番が正解ですね。まず A、アセトアミノフェンはということで、アセトアミノフェンというのは、鼻水、鼻汁分泌を抑える働きではないですね。これは、発熱を鎮めて、痛みを和らげる、いわゆる、アセトアミノフェンは解熱鎮痛成分でしたよね。はい、ということでそこ A は誤りです。それから D のブロムヘキシンに関しては、これ発熱を鎮めて、そんな働きはありません。ブロムヘキシンはこちらですね、キョタン成分となりますので、なのでいいでしょうか。ブロムヘキシンね、いろいろ繊毛運動を促進したりとか、そういう働きもありましたよね。もう一度ブロムヘキシンの働き、いろいろ確認しておいていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい、ということで、A と B はですね、誤りとなりまして、そして C と D が正解なので、答えは1番が正解となりました。はい、ではよろしいでしょうか。では次行きましょう。問23番です。第1欄の記述は、風邪の症状緩和に用いられる漢方処方製剤に関するものであると、該当するものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは5番が正解です。漢方薬来ましたね。漢方薬に関しては、こちら、ま、いろんなことが書いてあるんですけど、まずはキーワードをしっかりと確認していきましょう。はい、ということで、第1欄のところに書いてあるキーワード、まあ、体力中等度以上、まあ、ここもですね、見ていただいた方がいいんですけど、でも、そこよりも大事なところがありまして、その後ですね、感冒の初期ということで、これ風邪の初期ですよと言ってます。なので、風邪の初期に使っていくような漢方薬を、ちょっと考えていきたいなと思うんですけど、まあ、そうするとですね、もう答えは出てきたりするんですよ。それはですね、答えは5番の葛根湯に、なってきます。なので、あと他はですね、翼胃咽湯とか、五種湯湯とか、それから小犬虫湯とかは、このあたりは、あれですよね、風邪にほとんど使っていきませんので、詳細ことは風邪に使っていくんですけど、詳細ことは風邪の後期に、使っているものだったと思います。はい。で、あと、葛根湯ときたら、風邪の初期だけではなく、1行目から2行目に書いてあるような、肩こり、こういったところにも適用がありますので、ぜひこのようなところを見分けていただくと、葛根湯というところが導き出せるんじゃないかなと思いますので、はい。ということで、答えは5番が正解となりました。では次行きましょう。問24番です。解熱鎮痛成分、解熱鎮痛薬及びその配合成分に関する記述のうち、誤ってるものはどれでしょうかということで、はい、誤ってるのはこちら答えは4番が誤っております。
1,2,3 は大丈夫でしょうか。そして4番、イブプロフェンはプロスタグランジンの産生を促進することでって言ってるんですけど、これ促進ではなくイブプロフェンは解熱鎮痛成分でした。そうですよね。そしてプロスタグランジンの産生を抑制していきます。促進ではないです。じゃあプロスタグランジンどんな働きだったかな、覚えておりますでしょうか。プロスタグランジンというのはあれですよね、の働きとしては痛いとか、それから暑いとか、それから炎症とか、そんな働きがありましたよね。あとは胃を保護する働きとかもありました。特に悪い働きと良い働きとして、こう、受験対策講座のところでもお話ししてたんじゃないかなと思います。プロスタグランジンの働きとしては、痛い、熱い、炎症、胃の保護を覚えてくださいねっていう話しておりましたので、ぜひぜひ押さえていただきたいなと思うんですけど、で、そんなプロスタグランジンの酸性を抑制していきますから、痛いのを抑制、熱いのを抑制、炎症を抑制、胃を保護する働きも抑制するから、胃腸障害出ちゃいますよっていうところだったと思いますので、はい、ここのところ、抑制、促進というところで間違えないようにしてあげてください。はい、ということで、4番が誤っている記述となりました。では、次行きましょう。問い25番です。はい、答えは1番が正解となります。1番が正解です。眠気を促す薬およびその配合成分に関する記述の成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解なんですが、まず A、 抗ヒスタミン成分を主役とする催眠鎮静薬は慢性的に続く睡眠障害の緩和を目的としていますよとあるんですけど、違います。何かというと、抗ヒスタミン成分、催眠鎮静薬のところの抗ヒスタミン成分に関しては、というか、そもそも市販薬に関しては、慢性的なものに対しては、あまり使わないでください。あまりというか、使わないであげてください。もう慢性的な、要はちょっと重篤な、重い症状のものに関しては、しっかりと医療機関を受診していただくご指導があるんですけど、で、こういった慢性的なものは、医療機関。で、あくまでも市販薬に関しては、一時的な、ものに使っていきますので、なので、慢性的ではなく、一時的にというところであれば、正解になりますので、A は誤りとなります。はい、そして B と C は正解。そして D、ディフェンヒドラミンを含有する催眠鎮静薬は15歳未満の小児に対して安全に安心して使用できると書いてありますけど、安心して使用はこれちょっと難しいので、なので、ここ D は誤りとなります。はい、ということで、特にディフェンヒドラミンですね、抗ヒスタミン成分、となりますので、ぜひこう15歳未満の小児、特に小児の催眠鎮静薬とかっていうところは、当てはまるものはございませんので、なので、D はですね、罰になりますから。はい、ということで答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い26番です。カフェインに関する記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A なんですけど、カフェインは反復摂取により依存を形成することはない。いや、そんなことないです。カフェインは、依存を生じてしまうこともありますので、 A は誤りです。はい、そして B は正解。そして C です。カフェインは腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収促進作用があり、尿量の減少をもたらしますよとありますけど、これ誤りなんですが、まずカフェインというのはそもそも喫酸菌系の成分です。ね、喫酸菌系の成分としてはカフェインだけじゃなくジプロフィリンというものもありました。で、そんなカフェイン、喫酸菌系成分なんですけど、腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収を抑制する働きがあります。抑制、これ何かというと、腎臓のところでは、ありましたよね、腎小体と尿細管というのがあったと思います。で、そんな尿細管のところではおしっこをもう一回体の中に取り込みますよという再吸収という能力を持っておりました。で、その再吸収の能力を抑えていきます。抑えるということは、ナトリウムと水とは同じ動きをしますよね。そう。なので、ナトリウムの吸収、再吸収を抑制していけば、水の再吸収も抑制するので、何かというと、水がどんどん、ナトリウムもどんどん出ていくということです。
なので、水がどんどん出ていくということは、その分、おしっことなって外に出ていきますよということを言っていきますから、なので、尿量の、こちら、減少ではなく、増加になってきますよね。はい。ということで、ここのところ、促進とか減少ではなく、抑制と、増加という形になりますので、このあたり、しっかりとイメージしながらですね、抑えられるようにしておきましょう。はい。ということで、C は誤り、そして D は正解なので、答えは3番の B と D が正解となりました。では次行きましょう。問い27番です。鎮痛薬及びその配合成分に関する記述のうち、正しいものはどれかということで、はい。こちら答えは、正しいのは2番が正しくなります。まず1番、鎮痛薬と風邪薬では、配合成分が重複することはないので、いや、そんなことないです。重複しちゃいますから、併用に注意してあげてください。ということで、1番、誤り。2番は正解。そして3番、ちなみに2番のいいでしょうか、ジフェニドール、なんですけど、特にこう、前庭とか、内耳とか言ってますよね。このあたりも、しっかりと第2章の耳の働き、耳の構造とかですね、その働き、しっかりと確認しておいてあげてください。はい、そして3番ですけど、こちらはですね、乗り物酔いの発言には、不安や緊張などの心理的な要因による影響も大きく、それを和らげることを目的として、鎮静成分使っていくことがあります。そうですね。ただ、鎮静成分、ジプロフィリンではございません。なぜかというと、ジプロフィリンは、キサンチン系成分ですので、鎮静作用はございません。そうなんですよ。はい。ということで、こちら、鎮静成分はどんなのがあるかというと、例えば、ブロモバレル尿素とか、ブロモバレリル尿素ですね。はい。とか、あとは、アリルイソプロピルアセチル尿素とか、そういったものがありましたので、なので、そのあたり、鎮静成分、もう一回確認しておいてあげてください。ということで、3番、誤り。はい。それからですね、ピリトキシン。ピリトキシンはですね、乗り物酔い防止に用いられる抗コリン成分ですよと言ってますけど、違いますよね。そうですよね。ピリドキシンって何でしたっけ？そうなんですよ。ピリドキシンというのはビタミン B6 でしたよね。はい。なので、ピリドキシンというのはビタミン B6 なので抗コリン成分ではありませんので、なので、4番は誤りとなります。はい。ということで、ここ大丈夫でしょうか。はい。では次行きましょう。問い28番です。1から5で示される、鎮外巨炭成分の巨炭薬の配合成分のうち、炭の中の粘性タンパク質を溶解低分子化して粘性を減少させる働きがあるのはどれでしょうかということで、はい、こちらはですね、答えは4番が正解となります。エチルシステインというところ、なんとかシステインという仲間のやつがありましたよね。はい、そのあたりですね、しっかりと、見分け、こう、なんとかシステインというものもですね、ちょっと使い方違うものもございますので、ぜひそのあたりもですね、確認をしといていただきたいなと思いますので、よろしいでしょうか。はい。では、次に行きましょう。問い29番です。咳止めや、痰を出しやすくする目的で用いられる漢方処方制剤に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。まず A なんですけど、半夏厚朴湯は抗生生薬として肝臓を含み、いや、これ含まないので誤りとなります。そうですよね。はい、それから、B と C は正解。そして D なんですけど、五穀湯は、抗生生薬として麻黄を含まないので、ということで含みますので、心臓病とかのですね、悪化をさせる恐れがありますから D は誤りということで、こちら B と C は、2番が、正解という形になりました。はい。なので、特に肝臓を含むものか、それから大腸を含むのか、それから、魔王を含むものなのかというところで、生薬3つの生薬含むのか含まないのかというところがやはり重要となってきますので、しっかりこのあたりもこう分類分けしながらですね、確認をしていただきたいなと思います。はい。では、最後のところですね。問い30です。口腔咽頭薬、それからうがい薬、およびそれらの配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、B 正解、D も正解ですね。そして C、ベンゼトニウムは、喉の粘膜を刺激から保護する働きはございません。ベンゼトニウムは殺菌消毒成分となりますので、このあたりのところがちょっと違いますよね。はい。ということで、殺菌消毒成分結構いろんな種類のものがありましたので、しっかりとですね、ここのところ確認できるようにしておきましょう。
はい。ということで、第3章。最初はですね、こう、あんまり難しい問題は見当たらなかったかなと思いますので、ぜひぜひですね、間違えたところ、もう一度復習して、絶対にできるようにしておきましょう。はい。ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方々はですね、ぜひ、LINE アットなどに登録していただきますと、質問などを随時お受けしたいと思いますので、ぜひぜひ、下の概要欄から、いろいろ見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは、本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。